ークよろしくお願いします。はい、関西トランスウェイに来てるんですけど、今日久しぶりの、鎖骨くん登場してもらってます。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、以前僕いなかったんですけど、マキイカさんのチャンネルでリゼムさんと対戦した時に1名炎上した方がいらっしゃいました。炎上マキイカさんのチャンネルで炎上って結構珍しい。確かに。でコメント欄うわーって湧いてたんですけど、なんて湧いてたと。キック下手すぎとか。ああはいはい。唐揚げくんのパスがちょっとあんまり上手くないということで、今回その僕らで、唐揚げくんのキックを教えていい球質のボールを蹴ってもらおうじゃないかっていう企画なんですよ。まあそんな僕ら教えれる立場じゃないんですけど、まあ、僕らがちょっとだけ教えてどんだけ改善できるんかっていう、まあ、検証でもあります。で早速本人来ていただいてるんで登場してもらいます。お願いし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 ます。あんま言うなもうコメントがすごいんやからでもあれですよ、伸びしろっす。そのマイナスから入った方が、あーなるほど、プラスに行きやすい、プラスに行きやすいんで、ちょっと練習して次のイングランドのグランダーのパスでスパーンっていうのやったら、なるほどなるほど、上手くなったっていう。そういうことだもんね。はい。あれですか、蹴ってみて苦手なところみたいなのあります？そのここがあんまりうまいこといかへん。いや俺梅ちゃんにもめっちゃ言われんねんけど、俺左にそれんねん。めっちゃ、あー確かに確かに、めっちゃ左行くねん。はい。そこの改善と、あとはなんかつま先に当たりすぎなかな、負担がすごい膝の。あーなるほど、多分それあれですか。いや座ってますよ。痩せてるんで。痩せてたらならへんね。痩せてるならへんよね。痛い。じゃあ一回僕と龍で一回キジ君のフォームを見て、最終めっちゃ綺麗なグランダーを蹴れるように頑張って教えます。なんか頑張ってとか言うのやめて頑張って教えます。一応保険かけるのやめてもらっていいかな。僕もあんまりその教えるってことができないんで、逆に僕も勉強っす。はいはい。その教え、今日のゴールは3回蹴って3回100発100中で思ってるところにいい球の質のパスを蹴れたら合格。蹴れなかった場合は僕ら罰ゲームあります。2人が俺らのせいってこと。ケジ君は何もないっす。その蹴れたらおっしゃーで、蹴られへんかったらもう俺らのせいやから。なるほどなるほど。罰ゲーム。ツイッターの名前をキック教えるの下手な人まあでもちゃんと教えてケジ君が蹴れたらいい。そう蹴れたらいいからね。そこもある程度自信もあってきてるってことだ。そうです。絶対に蹴れるようにしてみせます。よろしくお願いします。お願いします。一旦キジ君の今のキックを見たいんで、はい、ちょっと一回蹴ってもらってもいいですか。あ全然いいっすよ。とりあえず蹴ったらいいってこと。とりあえずはいお願いします。いくで。左にそれる。なるほど。いくで。ちょい。なるほどです。わかりました。もう、キジ君わかりました。もうわかったの？はい。キックマスター俺やん。僕ちょっと左なんで、はいはい、逆なんですけど、はい、まずキジ君、当てるところどこのイメージが当ててます？いや、ここ。全部当たってるのここなんですよ。あ、外に当たってる。外に当たってて。はいはいはい。で、多分結構リアルにボール動いてるじゃないですか。うん、ボールこう動いてるんで、うん、止まってるボールやったら多分、芯捉えれるんですけど、うん、ボール動いてるから、ちょっと横にずれちゃってるんですよ。で、はいはいはい、左に行ってるんで、足寝かした方がいいです。はいはいはい。縦から入って、こう行ってるんで。足をもっと寝かすってことね。足をまずちょっと寝かすっていうのと、体重が蹴るときにこうなってるんで。あ、後ろになってる。だから、かぶせて。それマキにも言われたもんね。そうです、かぶせて、こう。あ、ごめん。はい、まあ、でもボールは上には上がらんもんね。はい。みたいにかぶせてるからね。で、まあ、イメージは結構ボールの仕掛けるっていうより、なんていうの、結構中心取られてる感じ。卓球でいうカットっす。カットな。このカッティングするって。はいはいはい。こうってことな、はい、それをイメージしてみて。はい。最初はなんか強いボールっていうよりかはボールの当てどころを一回意識してみてください。 OK です。おー、ナイスキック。ちょっと分かった今の。 OK です。じゃあボール当てる位置、体かぶせるって言って蹴ってほしい。オッケーオッケー。それいいな。ちょっと前からね。ボール当てる位置、体かぶせる。ナイスキック。おー、イースイース。ナイスキック。ボール当てる位置、体かぶせる。おー、おー、いい。1個言っていいですか。はい。これ言ってて大丈夫？あ、最初やからってこと。
あ、いやもうこれからずっと言ってた。ずっと、はい、慣れるまではずっと言うん。1年間ぐらいはずっと。いや、イングランドシュートのパス出してた時うるさいぞ俺。でもずっと言ってるやつなの。それで質たいいボール蹴れるんやったら全然マキも怒らん。はい、大丈夫だと思います。炎上しないっす。そうだった。じゃあそれ言った方がいいってことだね。これからあの蹴るっていうイメージよりほんまにケジ君多分こう蹴ってるんですよ、ね、もうそのギリギリのここに足入れるみたいな、横の足入れる、はいはいはい、こういう、はい、ごめんなさいこうなるんですよ、はいはい、もう極力下を蹴ってバックスピンかけるっていうイメージ。なるほどね。ボール当てる位置、体かぶせる、切るって言って蹴ってほしいです。 OK、 バックスピンかけるイメージですね、確かに。めちゃくちゃバックスピンかけて、もうボール戻してやろうっていう気持ちぐらいバックスピン。ここまで帰ってくるぐらいです、はい、ボール当てる位置、体かぶせる、切る。おお、いい。めっちゃ良くないですか、今の。今の良かった、良かった。めっちゃ良かった。しっかりバック回転もかかってたし、ほんまにめっちゃ綺麗かったよ、今の。もう一回いいやな、はい、ボール当てる位置、体かぶせる、蹴る。おー、いいです、いいです、いいです。今ちょっと蹴るをふざけてたっすね。蹴るのがあ、それが初見に走ってたんで。だからキックもあなったんや、はい、あ、ちゃんと集中せなかった。邪神を捨てて、邪神捨てて、ね、はい、集中集中。ボール当てる位置、体かぶせる、切る。ナイスキック、ナイスキック。もう良かったっす。めっちゃいいっす、めっちゃいいっす。まあでもちょっと横にかかってたっぽかったな。まあまあまあ、全然でも今のはトラップできる範囲なんで。最初から比べたら。はい、めっちゃいいっす。だからほんまに大事なのはボールに祈りを込めるっていうのが一番。祈り込めた方がいいんや。その技術とかじゃないっす。技術とかじゃないんや。ボールと友達になるっていうのが。なるほどなるほど、はい、大事なんで。次じゃあ実戦で、あのイングランドシュートのところからやってみましょう。ああ、パス出すイメージでね。はい、はい、前戻ってきました。ここでほんまにさっきのイメージで蹴ったらです。じゃあこれで一旦急に出したいです。はい、危ない、言うの忘れてた。危ない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 。ボール当てる位置、体かぶせる、切る。よいしょ。おー、いいっす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 。今のちょっと縦から入っちゃってるんで、はいはいはい、さっきと比べてここの横の範囲が狭いんで、はいはい、そこもちょっといいっす。横からボール当てる位置、体かぶせる、切る。ないぼう、ないぼう、ないぼう、ないぼう。オーケーっす。じゃあ次、いわくあの真正面を追ってもらっていい？次は、さっきまではあの真正面の相手に蹴ってたじゃん。はいはい。けど、ここやったらこっちからなんで、真正面じゃなくてこっちに蹴られる。はいはい。だったら軸足の位置なの。はいはい、軸足ね。今のまま蹴ったら、そう、真正面蹴ったら、はい、で、軸足の位置がこのままの状態で蹴っちゃってるんで、こっちに蹴ろうとしちゃってるんで、こうなってるからこういう。あ、軸足がこっち向いたままってことか。はい、で、無理やり蹴ってこっちに取る。そうです。なるほどなるほど。だから大げさにこっち向けるっていう気持ち、ちょっと意識してこっち向ける、はい、ボール転がした後にこうってことね。そうですね。ちょっと意識してみて。一回じゃあ蹴ってもらっていいですか。ボール当てる位置、体でかぶせる、切る。ないぼう、ないぼう、ないぼう、ないぼう。体もうちょっとかぶせてほしい。なんていうんですかね。フォームフォームフォーム気持ち悪い。いや、そんなことないです。フォームが一番大事だと思うんで、はい、うまくいった時のなぜうまくいったかっていうのを、はい、ちょっと一本一本をちょっともっと大事に、はい、うまくいった時のフォームを忘れないうちに何回もやって、なんで今のがうまくいったんだと。そうそうそう、自問自答、自問自答をすることがやっぱ大事かなって思うのと、もっと寝かせるかな、もっと寝かせるのと、もっと切ろう、意識もっと切る。そうですね。今のさっきのこっちの時はできてたんですけど、こっち来てからあのボールをバックスピンで戻してやろうっていう気持ちがちょっと減ってた気が。どの割合か。はい、そうっすね。ほんまに全部を大げさにやるぐらいで、あとはあれっす、気持ちっす。気持ちな。オッケー、気持ちが一番大事です。オッケーオッケー。
おお、ナイスキック、ナイスキックっす。ほんまにでももうめちゃくちゃバックスピンかけるっていうのが多分一番大事かもしれない。一回じゃあ龍の見本、龍見してくれ俺か、いきます、いきます。おお、綺麗。腕の振り方とかは人それぞれじゃないですか。だから軸足固定するのと蹴るっていうよりかは切るし、もう優しく優しくみたいな、ボールをバックスピンをかけてあっこにボールを上げるみたいな、はい、上げるってことね。なんかもう蹴るってよりかはそんな感じですね。力入りすぎかもしれないです。なんか無理にやる、もう脱力っす、脱力。あ、力入りすぎていいな、ちょっといらん力が。力のを見して、はい、一回、はい、はい、うん、力入ってないですね、せんな、脱力。なんか俺めっちゃ一生懸命蹴ってる感出てるもんな。そうですね、なんかよいしょーって蹴ってるよな、俺。もうちょっと力抜いてな。力抜いて。バックスピン、バックスピンかけて。これでバックスピンかける。バックスピンかける。できる限り、ボールの速攻を蹴る。おー、切れる。めちゃくちゃバックスピンをかけるイメージ。オッケーオッケーオッケー。一回蹴ってみていい？お願いします。いいのを見たところで蹴りたい。うわー。ああ、いいっす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 。今脱力したっすね。脱力した。変な力入ってたの、さっきまで。そうっす。おー、いいっすね、いいっすね。でほんまに抑えるべきポイントは抑えてるんで、あとはこれをしっかり毎回ここ当ててっていうのを体に染み込ませて練習したら絶対上手くなる。最後の3回え、ちなみにこれで3回できなかったらキック教えてください。ツイッターが3本連続ね。はい、 OK。 いやもう気負い全然何もせずにほんまにリラックスしてさっきのもう呪文を唱えて脱力してきます。 OK っす。